はい、皆さんこんにちは、こんばんは、キーちゃんでございます。こちらのチャンネルはアラフォー目線で、スキンケアの購入品だったりメイクをしたりとか美容中心としたチャンネルになっております。そしてもう一つ美容以外のチャンネルもやっておりますので、よかったら両方のチャンネル登録よろしくお願いします。そして本日は今ね、ちょっと右と左の違いがあると思うんですけど、こちらをねお待たせしております。ブリリアージュのね動画を作ってほしいというリクエストをいただきまして、今ちょっとこちら半分塗った状態で、こちらをまたこっち塗ってメイクをしたらどう変わるのかっていう検証というか、カバー力とかそういうものを見ていただきたくて、動画にします。それ何？初めて聞くブランドだなっていう方はね、ぜひ最後まで見てってほしいと思います。それではスタート。はい、っていうことでね、撮影が久しぶりすぎて、いつも以上にカミカミになる可能性がございますので、どうぞご了承ください。っていうことで、見た感じ、今、こういう風に塗ってるんですけど、結構たっぷりめに塗ってこんな感じっていう、このね、今調べたんですね、ブリリアージュのことを。それを読んでる間とかに流れる映像をちょっと撮影していて、半分だけ塗って、って感じなんですけど、そちらをねどのぐらい塗ってるかとか後で流れると思います。結構ねブリリアージュという、まあ、ブランドはご存知な方はご存知だと思うんですけども、メイクアップアーティストの島田千明さんという方がね、やっているブランドさんのもので、ブリリアージュメイクアップベースと言います。必ずよく振ってから使うタイプで、正式のここのに書いてある名前はブリリアージュメイクアップベースフェイスレスポンサーという下地ですね。で SPF25 の PA2 プラスになっております。なのでまあこれからの季節は特にいいと思いますね。あの真夏をねもう超えた秋で、もうだいたい冬に近づいてくるとこのぐらいのね、SPF で十分だったり、まあそれでも夏じゃないけど50使う方もまあそれぞれいるとは思うんですけども、まあそれで使えるやつです。日焼け止め代わりにも使えるので、まあ朝メイクしない日でもこれだけ日焼け止めの代わりに、春夏秋冬日焼けはね、紫外線っていうのはありますので、これを塗っとくといいかなっていう感じはします。毛穴が見えない透明感のある肌にしてくれるということで、まるでコンシーラー効果っていうことで隠れてるんですよね。で量を調節すればするほど見えなくなる感じはします。でこれ結構たっぷりまあ塗っちゃってはあるんですけども、こんな感じです。でこれからまたこっちに塗るんですけど、まあ何度もね VTR とか他撮りのやつも試すと結構塗ってるので分かってもらえるかなとは思うんですけど、こっちはまあ普通にもう一度塗ってそのままの状態、そしてこっちも塗ってある状態の方を、こっからメイクを半分ね先にしようかなと思っております。まあ毛穴とかクマとかくすみをカバーしてくれるというのと、ハリとツヤがアップしますって書いてありますね。皮脂や汗に強いから崩れにくいっていうことなんですけども、まあそこはね実際ねどっか行った時とかじゃないと検証はちょっとできないんですけど、まあ私何とか使ってて確かに崩れにくさはあまりなかった気はするので、そこはそうだとは思います。はい、ブリリアージュの、このメイクアップ下地に関してはそんな感じなので、今から実際また手に取ってこっち側に塗ってみたいと思います。はい、こちらですね。ブリリアージュメイクアップベースフェイスレスポンサーです。で、使う前はね、こう、よく振ってくださいとのことです。結構伸びがね、いいんですよね。こんな感じでほら、なんか、伸びがすごくいいし、ツヤ感もあるし、これもうここに塗った感じにね、結構わかると思うんですけどね。これをまあ塗り広げていくわけですよね。結構さ、これだけでもね、ほんと家にいる時だけ、なんかファンデーション塗ってるって感が出るんですよね。
家にいる時とかも全然日焼け止めとして使えるって書いてあるので本当に使えてもうこんな感じなんですよね。なんか肌綺麗じゃない？そしたらなんか塗ってるみたいな感じ。こうファンデーション塗らなくてもこれでいけちゃう人は全然いけると思います。少しねどっか出かけたいけどそんな出かけないしメイクしたくないって時にもいいんじゃないかなって思います。そしてねファンデーションは今日はこれを使おうと思います。メイベリンのフィットミーリキッドファンデーションを塗っていきますね。まあこれぐらい半顔だけ先に塗るのでこれぐらいにしておきます。これでメイクをしてる時とこれだけを塗ってる時のね差がわかるかなとは思うのでちょっと半分だけ先にちょっとメイクをしてって感じなんですが、あー見てもうこれで十分だよね。ほんと綺麗にフィットしてくれてませんか？あの下地がさファンデーションをちゃんと密着させてくれてるというか綺麗にこうカバーしてくれる。これだけでもね全然綺麗なんだけどやっぱりちょっとファンデーションを塗ることによって違いがあるような気がする。見にくいかも。動画だとどうしてもちょっと見にくいのでそこら辺はちょっとね申し訳ないんですけども綺麗に整えていきます。こっちが塗った方こっちが塗ってない方です。でこちらのコスメデコルテのパウダーを塗った方にねやっていきます。これで違い出るかわかんないけどね。もうやっぱり違うよね。でも綺麗じゃない。この化粧下地をブリリアージュの化粧下地を使うことによって、ファンデーションとこのパウダーをつけた感じはどんな感じかを見たいっていうリクエストだったんですけどこっちが今ブリリアージュだけです、うん、どうでしょう。こっちがメイクをしっかりしてる方です。ここを見るとわかるかな。実際ね、この鏡で見てみます、うん。やっぱりね、こっちはやっぱりね、下地だけだから、まあちょっとカバーしなきゃってとこは私はあるんだけど、でもマスクしてたら全然わからない範囲だとは思います。やっぱりしっかりね、ファンデーションとパウダーをした方とは、やっぱこれ一つでもいける人はいけるけど、うん、やっぱちょっとね、カバー力とか足りないのは、まあ、下地なので仕方はないとはいえ、このブリリアージュを下に塗って塗った、こうメイクはね、すごく綺麗ですね。すごく自然ですし、肌がね、すごく綺麗に見えますね。で、ちなみにこれは実験というか、もっと重ねる塗りをしたらどうなのかをちょっとだけね、足してやってみたいと思います。まあ、この軽くなんですけど、こういう風にまた重ね塗りを滑舌が重ね塗りをねこうしてみてしたらどうなるかというのをちょっとやってみたくて、まあそしたらカバー力も上がるし下手したらファンデーションいらないでパウダーだけでいいのかもしれないしね。これただこうあの指で塗る人とかまあブラシもそうかもしれないけどちょっとねちゃんと均等に塗れるようにしないとこう上の方が白くなっちゃったりするとか私が下手なだけなんですけど、はい、こんな感じです。あ、やっぱ違うね。重ねたけどやっぱ綺麗だもんね。でもちょっと頭はね確かに一回塗るよりは上がったんだけど、うん、すごい綺麗なんだけどやっぱこのね下地はやツヤ感がすごいあるのでそこはすごくいいなって思います。でもさこれ二度塗りでも綺麗じゃない？これで全然外出れるレベルだよねって感じですね。はい、二回塗った感じはこんな感じです。でちなみに2回塗ったんですけど、そっからまた同じメイクをしていきます。またメイベリン塗ります。いや、こういう検証というかさ、楽しくない？好きなんだけど。で、私の場合はね、結構この年齢っていうかもう年上も重ねてきて、ちょっとね、シミとかもやっぱ出ちゃってるから、そこら辺はどうしてもコンシーラーを使わなきゃいけないとこはね、出てきちゃうんだけど、でもそういうのを逆に見せていこうとかさ、思ったらほんと全然これでいいと思うんだよね。で、コスメデコルテのパウダーです。でもこうやってさ、ちゃんとさ、パウダーすると2回下地を塗った感が全然出てないね。
一緒、ちょっと確かにトーンアップはしてるような気はする、錯覚かもしれないけど、まあ一度塗りでこんな感じのも全然いいんだけど、二度てかちょっとさ気になるところとかをさ重ねる塗りとかさしたらまた違うのかな、どうでしょう。こっちが一度塗りの下地、こっちが二度塗り下地した方ですね。こう見ると一見わからないよね、うん、こちらも秋の新作がねアイシャドウだったらいろいろ出てたので画像とかをつけておきます。なんかねそういうのを見るとすごい可愛いっていうか欲しい感じの色がたくさんあってちょっとチェックしたいなって思いました。はい、そういう感じでちょっとねリクエストをいただいた方見てるかな、すいません遅くなりまして、この間ねちょっとゲットレディウィズミーの時にも使ってちょっとだけ触れてるのを見てお礼をいただいたんですけど、まあ詳しくこれだけの動画っていうのは初になるので、まあこれで伝わったかどうかちょっと不安ですけども、とにかくまあこんな感じの仕上がりになりますっていうことでございます。参考になったら幸いです。皆さんもねよかったらブリリアージュ初めて知ったとか、私がゲットレディウィズミーでこう使ってたのを見て、あちょっと気になったからこれ楽しみにしてくださってた方とかね、あと初めてで使ってみたい私も欲しいって思った方の参考になったらなぁと思います。そういう方にはね下の概要欄にリンクをねブリリアージュさんのを、貼っておきますので、よかったらね見てご購入の方をね検討していただきたいと思います。私はねちょっとご縁があって出会ったものであるんですけども、でも使ったらすごくねカバー力とかとにかくツヤが私はすごいなと思った。ハリとツヤって書いてあるんだけどツヤ感がすごいアップしてるなっていうのを個人的には感じました、つけていた感じ。あとトーンアップがあるなっていうのと、あとはねコンシーラー効果はね私のちょっとここにあるねちょっと濃いめなシミには勝てないのは現実なんですけど、まあこれを見てちゃんとやってコンシーラーなしでここまでできたので、もうもしかしたらなんですけどそのコンシーラー効果も出るってことはですよ、この下地でちょっと気になるシミのところも隠したらいけるんじゃないかなっていうのをこれを使って思いました。今回もご視聴ありがとうございました。はい、ということでねブリリアージュのねどんな感じかを動画を作ってほしいっていうリクエストをいただきまして、はい、私もね結構今これを使ってて良さはすごい実感してて、個人的にそういうコンシーラー効果とかはちゃんとこう重ね塗りとかしないとっていうのはあるんですけど、トーンアップとツヤとかねそういうのは私はいいなっていう、他のもちょっと見たいなっていう印象です。気になった方はぜひ使いましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。